本日のストップ高め柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ぶらやフィールズホールディングスはウルトラマンなどのコンテンツデジタル事業領域パチンコパチスローをしている会社です急騰した理由は好業績で配当金を増額したからです、A. p ホールディングスは飲食店および食品販売店の経営養鶏場および牧場の経営漁業農業などをしている会社です 急騰した理由は株主優待の拡充を発表したからです。ファインデックスはシステム事業をしている会社です。急騰した理由は最高益更新し配当金を増額しました。スーパーバッグは買い物袋事業をしている会社です。急騰した理由は工業績だったからです。バンク・オブ・イノベーションはスマートフォンゲームの開発運営をしている会社です。急騰した理由は 業石だったからですアン・アリーは人流データによるビッグデータプラットフォームの運営などをしている会社です。急騰した理由はショッパー・アナリティクスツールをフルリニューアルしたことを発表し GMO テックはインターネット広告事業、インターネットメディア事業、HR 広告事業をしている会社です。急騰した理由は最高益更新し配当金を増額しました。レアジョブは 英語関連事業をしている会社です急騰した理由は、業績予想を情報修正したからです。メタップスは、EC サイトやリアル店舗への決済サービスの提供や、フィンテックをしている会社です。急騰した理由は、同社の社長が代表のオデッサ12が、メタップス株の非公開化を目指し、株式公開買い付けを実施すると発表したからです。シチズン時計は、各種と経類及びその部分品の製造及び、 販売をしている会社です急騰した理由は自社株買いを発表したからです毎日ストップ高した株の解説をしています今後も継続してほしいまた見たいなどあればぜひチャンネル登録高評価コメントをお願いします